んばんは、おみやです。今日はですね、宇都宮市にありますひろきさん、こちらでお弁当をね持ち帰ってきました。場所なんですけれども、五穀通りから一本入った裏路地にあります。お刺身や鶏料理、旬の一品を味わうことのできるお店です。店内はこのようになっており、店内で食べられるランチメニューはお刺身定食や鶏もも炭火焼き定食、チキンカレーライスなどが食べられます。その他に日替わりの定食もあります。午後1時ぐらいに行ったんですけれども、人気のお店ということで残りわずかとなってました。この他に鶏カツ重やオムライスや生姜焼き弁当などがあるそうです。唐揚げやチキン南蛮は注文すれば揚げたてを用意してくれます。その他に焼き鳥もありますね。白レバーが気になりますね。私は炭火もも焼きセット800円と焼きそば300円、おはるさんはトントロネギ塩炒め弁当650円を買いました。はい、といったわけでね、買ってまいりました。さあ、こちらがね、私の炭火もも焼きセット。こちらがおはるさんのネギ塩トントロ弁当、唐揚げが入ってますね。こちらが焼きそばですね。といったわけでね、もうね、この炭火のいい匂いがたまらないですね。こちらのね、炭火もも焼きセットはライスがついてないんでね、お店の方でライスの単品があるので、そちらをねつけてもらうといいと思うんですけれども、私はねお家に帰って食べるということで、ご飯は家のご飯ということでね、ではね早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。将軍 KY 若松。さあ、まずおはるさんのネギ塩トントロなんですけれども、さっぱり塩だれって感じだね。さっぱりだけど味はしっかりついてるかな。塩だからさっぱりみたいな。油もなんか、脂身もなんかそんな嫌な感じはしなく。そうなんです。まずトントロ自体が美味しいんですよね。そこにね、しっかりとした味なんですけれども、さっぱりとした塩だれ、これがねもうご飯に合うんですよね。大きいね。うん、大きいかも。唐揚げなんですけれども、こちらもねあっさりしてるんですけれども、味がしっかりしてますね。そしてね、衣がとても香ばしくて、おはるさんとても気に入ったようです。しっかり濃いめの味付けだから、どんどんご飯が進むわ。そういえばひろきさんなんですけれども、駐車場はお店の目の前でだいたい 5,6 台止められそうだわ。その通りですね。さあ、そして私の炭火もも焼き塩からいきたいと思います。うはははん、うんうんうん、すごい口の中いっぱいにね、炭火の香りがすごいふわっと広がりますね。味付けがシンプルなんですよ。心地のいい噛み心地のね、このお肉最高っすよこれ。さあ、そしてタレいってみましょう。ほのかにね甘いタレが絡まって、先ほどと同様にねもう風味が広がってたまんないっすね。さあ、そしてつくねですね。あっさりめのあんが絡まって、つくねっていうか、もうミートボールですねこれ。非常にさっぱりしてて美味しいです。いやでもこれ美味しいですね。僕個人としては塩の方が好きっすね。もうね、この炭火がね見えないおかずと言いますかね、匂いでいけちゃうような、プロレスでいうところの将軍KY 若松といったところでしょうか。そしてこの鶏肉たちはマシン軍団といったところでしょうかね。お前豚肉だろう。豚肉じゃねえよ。そしてね、焼きそばですね。具材はこの大きめなトントロにキャベツ、青のり、紅生姜、人参が入っています。結構細麺ですね。結構ねあっさりしてるんですけれども、しっかり味がついてて、全体的におはるさんのも含め感じたのが、結構ねあっさりめなんですけれども、しっかり味がついてるっていう印象ですね。特にねもう特にね鶏なんか、ひろきさんの鶏だけにねトリッキーかと思いましたけど、失礼意味が分かるシンプルなんだけど本当美味しいですね。
このお肉と炭火がねもうたまらなくて、あっさり食べちゃったのでおかわりしたいと思います。私がご飯のおかわりを取り入ってる間、おはるさんしっかり私の鶏肉を食べてますね。キールに徹してますね。どうせおみやは気づかないだろうからね。まあつくねを食べてもやつは気づかないでしょうね。だから違和感があったんですね。しかしながらにこの焼きそばに入っている豚トロ、さっぱりとコクのある焼きそばに旨味をプラスしてくれます。ちょっとね、私アレンジしちゃいまして、やっぱテイクアウトならではのね楽しみということでね、炭火焼き鳥丼をね作っちゃいました。ご飯の下にね海苔を敷いて、その周りに鶏肉をね並べて、真ん中にね卵を乗せてみました。ちょっとね卵がねこれ崩れちゃったっすけど、美味しそうっすねこれ。あ、いい感じっすねこれ。いい感じですね。いやー美味しいっすね。でもびっくりしたのが、やっぱり海苔とか卵の味が結構濃いんでね、鶏がね負けてしまうかと思いきや逆なんですよね。炭火の風味とこの肉の旨味がね、もう海苔と卵を超えていきましたね。いやとてもね贅沢な丼になりましたね。さ、おはるさん完食です。そして私も完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お弁当はとてもいい味付けでしたが、皆さんしょっぱい食レポですすいません。はい、といったわけでひろきさん、とってもねボリューミーで炭火のいい香りがたまりませんでした。落ち着いたらね店内でも食べてみたいと思います。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げていますので、そちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。